まあ、それで今回 PCR のやってんけど、はい、ちょっとまだ結論出ませんでしたんで、まあ、PCR 検査に問題があるのではないかっていう話。いやだから DNA 合成酵素のポリメラーゼでしょ。 PCR の P ですね。 PCR のポリメラーゼは DNA 合成酵素ということですよ、はい、でコロナウイルスは RNA ウイルスでしょうと根本的に違うやろって話です、はい、でこの酵素は基本的に、ね、熱耐性菌から取ったやつ、はい、ウイルスじゃなくてこれ細菌から取ってきたやつ、はい、細菌ってバクテリアが取ってきたやつ、はい、そのポリメラーゼ酵素です、はい、で酵素は別に取り付いたなんかするんじゃなくて、はい、酵素は基本的に触媒みたいなもんで、はい、こっちとこっちうまいことこう連結するためのものですから、はい、DNA 合成酵素って DNA 合成するための酵素やねんから基本的には RNA に関係ないちゃうんで、はい、単純に言ったら、はい、思いません。そうですね。熱を上げてねこれ、はい、94度まで上げるじゃないですか、はい、そもそも94度上げたら壊れるでしょ普通。そうです、ね、タンパク質でも、はい、アミノ酸でも、はい、でこんなん壊れたやつでまたできるポリムラープライマーっていうのを作ってポリメラーで伸ばしてるってことやけどほんまかみたいな話ですよ。思いません。これは RNA 測ってんのって話じゃないですか、はい、でもそれみんな不思議に思わないでしょ、はい、不思議に思わないっていうかもう洗脳されてるんですよ。これはこれでコロナウイルス特定できるもんやとできまんのほんまにちょっと聞いてるとこですけど、ね、ああ今厚生労働省に問い合わせされてるんですね。これマリスさんが言うにはですね、はい、これは菌を測ってるんじゃありませんと、はい、最初から言ってますね、はい、これはこのマリスさんって誰なんですか。これは発見した。あ、PCR の検査を発見したですよ。マリスさんは1983年に PCR を開発して、はい、93年にノーベル賞をもらったんですよ、はい、でこの人が曰くこれは要するに定量的っていう数で測るもんじゃありませんねと、はいはい、言ってるわけですよ。定性的に物質を調整することを目的としますと識別するための、はい、だからウイルス自体の菌というかウイルス自体を測ってるんじゃなくて、はい、断片を測ってるだけなので、はい、だから定量使えないんですよ。ウイルス自体を増やしてるんじゃないんで。あ、だから特徴量その、ね、要するに体の指と指だけ測ってるみたいなもんですかね。そうですね。その指が、まあ、同じ形だったら分からないところがあります、はい、それの断片を測ってるん で,、はい、でそのポリメラーゼを使ったらいけるやんってなってんけど、ポリメラーゼっていうのは DNA 合成酵素っていったら、はい、DNA をくっつけろっていう話ですけどね、はい、要するに合成してどんどん増やすっていう話だから、はい、RNA どうなんだよ話だから、はい、RNA ポリメラーゼってあってもおかしないですかっていう話ですよ。そうですね。それがあるかどうかないから、こうやってでそれで測って陽性っていうのもどうやらって話ですよ、はい、だからそのウイルスの感染症とか言うけども、はい、病気なほんまに根本的な問題で、はい、で我々持ってたらみんな病気なんですかこれ400種類400兆個も持っててそうみんな感染してるわけですよ。みんな感染してるんでしょうと、はい、それが重症か軽症かだけの違いだけちゃうのって思いませんか。そうね、で薬って何のために何を殺すんですか。400兆個のどれを殺してるか、どれを殺してんねん、そんな特定できてんのって、まあ、この酵素でさえ特定できてんのに、はい、ウイルス自体10の何でもいいです3でも30でもあのどうやってこれを特定すんねんっていうぐらい、そんなに科学進んでるとはもう思えませんけどね。ましては科学じゃないでしょ今。そう、これもうはっきり言いますけど社会学です、はい、社会学ですと、みんな日本に科学なんてありませんって、はい、技術をパクったらええんや、はい、科学っていうのは一応やっぱりね、はい、推論っていうのがないと、はい、こういうものがあってそれに実証実験していくんだけどね、はい、そんな何ていうかこういう想像してへんのにさ、はい、科学できるって思います。科学というか今やってるのは対症療法でしょうねだからほとんどその決まったことを決まったようにやり方をしてるだけなんで、だから要は暗記ですわな。そうですね。だから日本の教育と一緒でずっと暗記なんですよこれ、はい、でもそれって根本的に違うってなったらさ、はい、それみんな崩れるでしょ、
ていうぐらい脆いもんなんですよ、はい、今の日本のいう科学ってやつだ、社会科学って言ってますけど、はい、なんか違うというだから今のやっぱりいろんな日本の踏ん詰まりっていうのはまず想像性がないということと、はい、推論しないということと、はい、実証実験しないということと、はい、いろんなものが全然できてないっていうことが、はい、今までの結論だけぶつけてやってるだけなんで、はい、これじゃあまあ応用は確かにうまいこといいか知らんけど、大学が発明してくれる人がなんかこれ成り立たないですよね。中国の真似しうまいですよ、ね、だからそんなことをいつまでやってんのって話で、オリジナルで、だから想像力がないんですよ、思いません、わかりましたねってなことになりますが、日本のこれからやっぱり総合性伸ばしてからなんじゃないですか、まあ、それは学校教育ちゃいます、学校教育はもっと自由にさせてそうですね、ちょっとね、ちょっとね、と思います、ってなことで学術は言いませんけどもうちょっと日本の私らは別に、はい、あの別に専門家でもなんでもないですけどね、はい、そういうのは関わったことあるから、はい、おかしいことはおかしいと思うんですけど、ね、はい、おかしいと思わないっていうのが根本的にどうなんと思いません、はい、まあ、そんなこと考えねばええってなってますから、ね、はい、そこがちょっと怖いところですけど、もうブラックボックスになってしまう、はい、一回ブラックボックスばらしって言っていかないと、前例にとらわれずに新しいことをやっていきましょう、そういう教育をここでしましょうという、世界に、はい、世界に対、これからも別にウイルスは日本だけおるわけじゃないですか、世界中で、世界におる、そう、一歩前進するために今やってる既存のことを疑ったらあかんのかもしれないけど、はい、疑ってみないと新しいことはできませんよ、はい、今のただ、まあ、別に経済もそうやし文化も教育も全てやっぱりそこからやらんと、日本としての新しい、やれば日本の文化が万々歳になるかもわからないね、はい、逆にこういうチャンスかもわからない、だからあんまり何でもかんでも聞いたらそれの通り、はい、それから逸脱したらあかんと言うんじゃなくて、今まで教えられた当たり前と思ってたことは実は全然違ったから、ウイルスなんて400兆個持って、はい、その中にいっぱいおってそれを特定してるっていう嘘を教えられてたわけですよ、言ってみたら大気の構成要素にウイルスが入ってたもんぐらいですもんねこれから言うと、そうだから結局ゼロ線が飛ぶぐらいのところまで、ね、はい、ウイルスがおったらいいんじゃん、はい、成層圏に、はい、ゼロ線いかないでしょ、いかない、いかない、1万メートルでしょ1万メートルにしたいからね、コロナ検知をジャガって言われて、はい、だからそういうので言ってくる、だからこれでまたね土壌すくじゃないですくってみてな、はい、もうちょっと役に立つウイルスおるかもあれやね、言ってみればここすくってもおるわけいやだからええものおるわけ、ああそうね、先に探すみたいね、なんかウイルスだけで凝ってたらもう体にええとか若返るとか、はい、そういうのは発見するかもあれ、で今の PCR 検査の話しましたけど、PCR であなた陽性ですって言われた、それだけで気分で死んだ病気になる人もおるかもしれない、やばいわ、聞かなかったそのそんなこともあるかもしれない、なんか癖の女直るような気するんですよね、あ逆にね、プラシボ効果やうちの母親なんかドリンクのだろう、これでって言ってますからね、あうちもしますよ、カルシウムの状態これまでそのドリンク何入ってるかですからね、はい、ビタミンちょろちょろと入ってる、はいはい、あとはねアルコールとね、はい、カフェイン入ってる、元気なりません気分の問題かがあるあそういうのもありますよね、ラピーシーやってたらもうええちゃうなと僕はもうちょっとだからもう進んでもうちょっと新しいの作ったよね